から見てみましょう。横からもう一度見てみましょう。上から演武線を見てみましょう。Thank you.
結び立ち、気をつけの姿勢。結び立ちで手を開いて前に合わせ構える。平行立ちになる。両手を開いて力を抜き、四股立ちの構えとなる。両手をすくうようにゆっくりと上げ、手の甲を胸の前で合わせる。両手を握りながらゆっくりと払い受けを行う。このように体に沿って払い受けをすること。体から離してはいけない。回収中段横受け。掛け手を行う。掛け手を引きつけながら左4本抜き手でゆっくりとつく。四股立ちで両手は開いて構える。四股立ちにて胸の前で両手の甲を合わせる。両手を握りながらゆっくりと払い受けをする。回収中段横受け。掛け手を行う。掛け手を引きつけながら右4本抜き手。再び四股立ちにて両手を開き構える。胸の前で両手の甲を合わせる。両手を軽く握りながらゆっくりと払い受けを行う。回収中段横受け。掛け手を行う。掛け手を引きつけながら左4本抜き手。片足で構える。元立ちで左手を右肩に添えて突き出す。元立ちで左手は手のひらを内に向けて伸ばす。肘当て。三鎮立ちとなり、右中段横受け、左手は肩を支える。四股立ちとなり、左手にて打ち込む。四股立ちで下段払い。三鎮立ちとなり、左中段横受け、右手は肩を支える。四股立ちとなり、右手にて打ち込む。同じく四股立ちで下段払い。四股立ちで右小手でゆっくりと下段受けを行う。同じく四股立ちで左小手でゆっくりと下段受けを行う。元立ちとなり横打ち。寄足で前へ出ると同時に裏打ち。右足を左足前に移動。三鎮立ちとなり左中段横受け。右肩は下腹部に構える。左肩を開きかけて。四股立ちとなり上げ突き。裏打ち。下段払い。四股立ちにて下段払い。猫足立ちとなり後方へ肘当て。同じく猫足立ちで後方へ肘当てを行う。左足を右足前へ移動。三鎮立ちになり中段横受け。左肩は下腹部に構える。肩を開きかけて。四股立ちとなり上げ突き。直ちに裏打ち。下段払い。四股立ちとなり下段払い。猫足立ちとなり後方へ肘当て。同じく猫足立ちで後方へ肘当て。小手にて中段を押さえ。寄り足で前進し裏打ち。猫足立ちで後方へ右足を引きながら肘くり受けを行う。両肘を締めながら肘くり受けを行う。両肘を開けると受けができない。結び立ちとなり、両手は一旦水月の前に置き、構えの姿勢に戻る。結び立ちとなる。型の流れに沿って分解組手を見てみましょう。
最後に後ろから見てみましょう。